はい、そしたらゲーム画面の方に移っていきます。完全初見、初見ではない。難しいね。始まりました。うわー、なんか泣きそうだよ。もうゲームボーイで見てた時もまんまこれだった気がする。全然映像は当時の感じだったけど、このシーンとかさ、完全に思い出せるね。夢を見る島のリンクはまたトゥーンリンクとは違って、ちょっと可愛らしいトゥーンリンク寄りですけど、またちょっと見た目が違いますよね。うわー、いい、すごくいいです。タタラダ、いやゼルダの伝説、夢を見る島、かわいい。ひどくうなされていたよって、うなされていたよって。私はマリン、コホリント島よ。お、動ける。南に歩けばあなたが流れ着いた浜辺よ。そう、一応ね、この、まあ、ゼルダの時間軸みたいなものもあるんですけど、気になる方はちょっと調べてみてください。気分はどうだ、タリン。パパパパラパー、盾が戻ってきた。RO をしている間敵を弾けるよって。よくよく考えるとさ、ここでハイリアの盾持ってんだねっていうさ、まあちょっといいですわ。懐かしくてもう、あ、構えられますね。いいね、足音もさ、絨毯とさ、場所で変わりますね。それでは表に出てみましょうか。メーベの村、見てほら、ワンワン。いやー、これね、もうめちゃめちゃ嬉しい。本当にありがとう、リメイクを出してくれて。本当にね、僕がゲームを好きになっていく過程でね、出会ったゲームなんで、本当10本、こう生まれて初めて遊んでいって、どんどんこう蓄積されるじゃないですか、遊んでいるゲームが。で、そのうちね、多分10本以内に入ってるんだよね。最初に遊んだ10本の中に入ってて、印象的すぎるんだよね。そしたらちょっと南に向かっていきましょうか。あー、懐かしいなー、このトゲ。これ今押せんのかな。あ、いけますね。覚えてるもんだって、縦でこのトゲトゲを押すって。いや、アレンジの BGM もいいですね。あ、剣だ。ほうほう、風の魚を起こさねば、その死者は島から出られるとか。村の北にある迷いの森まで来いと。そう、このゲームね、
当時遊んだ時はそんなに感じなかったんだけど、結構ねこうなんだろう、コミカルなんだけどどこかシリアルな、シリアルっつった今俺ね、朝ごはんの時間だよってシリアルって。さあ剣を手に入れました。いいね、このシャッシャシャッシャできる感じもさ、ちゃんと残してくれてるね。さあ森に着きました。不思議の森へようこそ。地図には決して乗らぬ島じゃ。島から出るのは無理じゃの。風の魚っていうのが寝ている間はダメなんだね。村の南のテールのホラーナー見たか？だそうです。敵だ。お、足が速い。粉っぽいものが嫌いだよって。あ、大妖精様。さあ、テールの洞窟にやってまいりました。ガゴン。入ってみましょうか。テールのホラー穴、これがダンジョンだね。いいね、このなんていうの、神々のトライフォースとかさ、昔のゼルダっぽい感じ。小さな鍵だ。このパネルごとにさ、フィールドがこうある感じね。うわ懐かしいな、骸骨。そう、ジャンプして避けるんよ。忘れてることもやると思い出すね。マップを手に入れました。おお、なるほどね。見てこれ、懐かしい。そう、夢を見る島ってね、遊んでるとね急に横スクロールになる瞬間があるんだよね。で完全にクリボーだもんね、出てくんの。これもね当時はすごくびっくりした。面白かったんだよね。お、ロック鳥？あ、ロック鳥の羽だ。ここでそうかもらうのか。あ、使っちゃった。ロック鳥の羽っていうのはジャンプできるんですよ。すこれでね、ここも楽々進めますね。今まで穴があったところ、あ、下向ける。穴があったところもジャンプで越えられたりね、こういうところ。懐かしい。危ない危ない。倒せた。あ、弱い。すごく弱い。ボス部屋まで来れたので、ボス挑戦してみましょうか。
テールの洞窟のボスはガフフガフフよそ者邪魔者デグテール。うわー、音楽も懐かしいな。アレンジされてますね。この尻尾を狙って、えい、あ、間違えた、えい、落とされないようにしないとね、えい、やった、ハートの器。やった、楽器を、そう、楽器を集めろって言われてたからね。取りましょう。満月のバイオリン、はい、いかがだったでしょうか。この辺で今回は終わりにしたいと思います。ゼルダの伝説夢を見る島の魅力が少しでも伝わったら嬉しいです。昔ね、僕みたいに小さい頃とか、ゲームボーイで夢を見る島を遊んで面白かったなーっていう記憶が残っている人とか、遊んだことないよっていう人でも楽しく遊べる作品なんじゃないかなと感じました。すごくこう軽快だし可愛いし、うん、で分かりやすいしね、うん、マップもちゃんとあるし、どの辺行こうっていうのもマップ見てね分かりやすいし、こう昔のゲームってやっぱりどうしてもちょっと分かりづらいところがあったりするけど、うん、これはね非常に親切になってるんじゃないかなと。縦もね、本当はこれ X と Y の2ボタンに入れなきゃいけなかった気がするんだよね。うん。なので縦使えないことの方が多かったんじゃなかったかな。このロック調の羽と剣を装備させたりとか、うん。ただ今回はもう剣と盾は標準で置いてくれてるからね。うん。とても遊びやすいと思います。そんな感じ。うん。この可愛らしいゼルダを皆さんもぜひ遊んでみてください。はい。そしたら今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ちょっと長い動画になってしまったかもしれません。もしこの動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録などしていただけると励みになります。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバイ。